大房佐洋次郎3月31日は、大日本帝国陸軍の軍人、戦闘機操縦者で、エースパイロット。最終階級は、陸軍ジュミー。1918年3月31日、宮城県に生まれる。1938年12月、野砲兵、第二連隊に入衛した。野門藩事件では、砲兵総長として出征中。 航空部隊の活躍を目の当たりにして、戦闘機操縦者になることを決意した。大房は、航空兵へ転覆し、1940年11月、第20教育飛行連隊へ配属された。1942年5月、熊谷陸軍飛行学校戦闘機班第87期生を、主席で卒業し、航空総監賞を授与された。第20教育飛行連隊へ復帰して、 戦闘機戦技訓練を受けた後、10月に第1野戦補充飛行隊へ転属して、連戦訓練を受けた。1943年1月、ビルマ戦線の飛行第50戦隊第1中隊に配属となり、メイクテーラ基地に着任した。そして、ビルマ用地防空、爆撃機援護、戦闘機単独による進行作戦、対地攻撃、艦船攻撃などに出撃した。 1943年11月24日のメイクテーラ迎撃戦では、アメリカ第7爆撃航空軍の B-24 へ爆撃機の大変態に戦いを挑み、うち1機を後、上方からの連射で撃墜したが、大夫先も防御砲火を浴びて、炎上、落下山で降下したものの火傷を負い、41日間の入院化量を余儀なくされた。退院後、 インパール作戦を挟んで迎撃戦、進行作戦で次々と戦果を重ね、この間不時着4回を経験するものの、ビルマ航空戦後機における戦隊のトップエースの一人となっていった。その後、飛行機を受領するためタイのドンムアン飛行場にあったオーフサは、1944年11月27日、B-2910 爆撃機42機編隊による、 万国空襲を知ると短期で迎撃に飛び立ち、果敢に敵変態に挑戦して、一撃で B-29 を撃墜した。この王夫佐の主君に対して、師団長少子が授与された。1945年1月9日には、アキャブに上陸してきたイギリス海軍艦船への攻撃で巡洋艦一隻を撃沈するという意向を挙げた。百四十五年四月、 船隊は、フランス領インドシナのサイゴン、つイデプノンペンへ移駐し、6月には、本土決戦のため台湾への転用を命じられた。転用に先立ち、オーフサのこれまでのビルマ方面航空船における、先行に対して、6月10日付をもって、第5飛行士団フロック部部支柱場から表彰状と、陸軍部公記賞が授与された。7月、関東経由で台湾の台中、 ついで、かよしへ転身して、終戦を迎えた。オ房フサはビルマ航空戦において、出撃回数256回、不時着4回、衝撃追記数19機、不確実撃破21機の戦果を挙げた。オ房フサの上機は、一式戦闘機2型、四式戦闘機1型港で、方向だには、彼の故郷を指す、道の句が、白字で書かれていた。戦後、オフサは、 日口に改正し、郷里の宮城県に住んだ。ありがとうございます。